ちょっとレッドが、フォークがちょっとボサボサなんですけど、今ねコテをね温めて、これ旅行用です。めっちゃちょうどいいでしょ。温めてる間にいつもの大好きなヨーグルトを食べたいと思います。なんか濡れた。ちょっと前髪こんなんでごめんね。止めてる。どう？イーブイです。こんなん紹介するもんじゃないよね。あ、ちょっと多分前の動画がイン韓国だから分かると思うんですけど、韓国に今いて、で来る時に福岡空港の中にあの免税店があるんだけど、そこでなんか今韓国の方がなんていうの、レートが高い。1万円料換金するのに昔だったら、まあ、10万ウォンプラス、まあ、11とかだったのに今 9.、まあ、よくて 9.78 ぐらいしかもらえないの。もう本当に8ある日があるかないかぐらいでめっちゃ低いから、あの免税店で買い物するんだったら福岡っていうか日本で買い物した方が安いのね。でその時に 福岡空港でディオールのマキシマイザーを買いました。ママが買ってくれたんだけど、ママは違う色を買って、人気で今日本全然色ないよね。私はこれ今塗ってるんだけど12番を買いました。おすすめです。先にちょっとティント塗っちゃったけど薄くね。でその上からこれ塗ってめっちゃいい感じに潤っておりますっていうわけなんですけど、こちらを立っていきたいと思います。みんな私の動画を見てくださってる方はよく出てくるな、毎回これ食べてんなこの子って思ってると思うんですけど、今回も毎日食べております。ちょっとじゃじゃん、ちょっと見えるかな、これチョコが入ってるの。これをトンデムンってわかるかな。夜9時から3時か4時ぐらいまで買い物できてきた化粧品を紹介できたらいいなと思って今日はカメラ回してます。食べたら紹介します。じゃん、皆さん持ってきました。めっちゃ大量に買っちゃったのでちょっとこれをねささっと紹介していきたいと思います。よいしょ。今珍しく前髪分けてるんですけどどうですか。これは置いといて、ちょっと袋もう1枚もらったの。で何から紹介する。パック、これなんかいつもメディヒールあるのに今回なくて、違うのをちょっと挑戦して買ってみようかなと思って、これ1個で500円ぐらい、10枚入ってます。お試しです。これ違うやつ、こっちはアボカドで、こっちは何、虎のやつ、わかんないけど多分ね鹿だと思う、鎮静かな、ママと一緒に買ったのでママのものもあるんですけど、あと弟とパパがすごいリップが大好きなのでリップを買ってきました。1個ずつお土産ですっていう話にママとなってこれを買ったのと、私はファンデーションはもう絶対これって今決めてるのがあって、もうカバー力とあのなんていうの、ファンデーション塗った時のペタペタ感がすごい苦手なんですけど、これはね大丈夫なの。この何？ティルティル、ティル、ティルティルっていうの分かんない。この有名なやつ。これが大好きで、一生これ使ってる。これをね、すぐなくなっちゃうから、1ヶ月ぐらいしか持たないの、1個。普通か、分かんないけど。で、これを3つ買いました。これね、めっちゃいいから。これ、もし使ったことない人いたら、いつか使ってみてください。すごい、おすすめです。で、あとは、これね、これ見たことある？これはね、なんだっけ、普通の鹿のやつとこれが2つあったんだけど、鹿のやつは鎮静で、これはなんだっけ、保湿だっけ、 VT スーパー、あ、ヒアルロン酸わかんないけど、なんかあの多分鎮静とかじゃなくて多分水分入れる方だと思う、なんか適当だけどあとは個人的にね、このエスポワの下地をずっと使ってるんですけど、今家にも1本ストックがあって、もう1本ストックしようと思って1本買ってきたんですけど、中身がねちょっと絵が違うの、いつも使ってるやつと。これ
日焼け止めの入ってる下地なんですけど、今いつも9点で買ってるやつを、ちょっと汚いけどごめんね、これこの絵の具を使ってます。こっちがいつも使ってる方で、これ今回ちょっと買ってみた方、値段もすごい安かったので使うのが楽しみですね。こちらをちょっと今回買ってみたので使っていきたいと思います。じゃあ使う時に、ね、言いますね。これ使ったけどどうだよ、多分、ね、同じやつだと思うの。これで違ったらウケるよね。今回このこれ有名でしょ、これを今もう2本目使ってて、化粧水なんですけど、じゃじゃん、もう1回買いました。夏はやっぱこれいいよ、あの朝とかね、結構化粧、この 70% の方が化粧水です。でこれは結構シャバシャバ系だから、乾燥肌さんにはちょっとシャバシャバしすぎ。夏を、私は混合肌なんですけど、まあ全然これで大丈夫で、乳液がもうなんていうの、もうザ保湿みたいな感じの乳液なんですよ。なので、あの朝は使わない、朝は違う乳液使ってるけど、夜はやっぱこれいいなって思います。ちょっと朝はねお化粧するから、やっぱりちょっとよれちゃったりとか、こう厚塗り感が心配で嫌だなと思って使わないんですけど、今回なくなったのでまた買いました。とあとこちら美容液です。これもね、これ初めて使うので、今回使ったらまたレビューしたいと思います。このセットをね買って、もう一個クリームあったんだけど、ちょっと買うのめんどくさくてこれだけにしました。トンデムンのザ・フェイスショップみたいなとこがあるんだけど、そこで買うのね。そしたらこのファンデとかさ、普通日本で買ったら3000円ぐらいしない？そんなしない？2000円ちょっとぐらいが1800円ぐらいで買えるので、すごい安いからそこ行ってみてほしいんだけど、いつも絶対買うのが、私めっちゃ旅行行くんだけど、その時に使えるこの洗顔これが100円なの。ちょっとみんなちょっとさ、あの別に全然悪くないし、自分で泡立てて使うんだけど、これめっちゃ100円でさ、しかもこのサイズ良くない？だから毎回行くと2個買っちゃうんだけど、今もよく使ってて、なんかめっちゃいいの。しかもね、ヨーグルト買った時にここにちょっと入れちゃったから、これおすすめね、皆さんおすすめ。ほら2本買って使ってます。これぜひお買い求めください。お店の人じゃないけどね。であとはなんかちょっと適当にエチュードのアイライナー買って、でこれいくらだったっけ、まあでも500円ぐらい、多分そんぐらいかな、しかしないから、買ってみてください。であとアイシャドウパレットを2つ買いました。正直アイシャドウは私はちょっとどこのでもよくて、なんか中に入ってる色味が自分の好みだったらどこでもいいかなって思ってます。スキンケアとかはさ、なんかよくなんかデパコスとかめっちゃ使わないんですかって聞かれるんだけど、全然使ってないし、化粧品は今ハイライトがちょっとママがいいところの送れたのでそれ使ってるぐらいで、結構韓国コスメが多くて、もう日常的に使うじゃん。だから自分のスキンケアとかもそうだけど、鼻なじみがいいもの、たくさん使えるもの、質より量をとって、まだ若いのでまだ今年3歳なので、まあいいかなと思って、ちょっと25とかだったら考えるけど、その時は自分に余裕があればそうしたいなって思ってます。でちょっと待って、どうでもいい話脱線しちゃった。これじゃじゃん、可愛くない？ピンク、私は基本毎日ピンクのアイシャドウを目につけてるんですけど、言えないにつけてるんですけど、これ結構色味が可愛いなと思ってこちら購入しました。このねラメの色がね結構好きなの、可愛くない？これいいなと思ってちょっとカゴに入れちゃったでよ、ちょっとこれの色味見せたいのにまだ開かないよ、ちょっと性格出ちゃう、ビリビリしてるところ、無理やり開けて。これはあの旅行に持ってこいじゃない？どう？みんなラメがね超大粒なの、どう見えるかな、めっちゃ可愛くない？これ
私これすごいおすすめだなと思って、ちょっと今回ちょっとここになんかついてる、さっきのメイクがこれちょっとおすすめです。こっちもちょっと開けた方が色味見やすいね。じゃじゃん、かわいいよね。どうかな、おすすめなんですけど、ちょっとこれいくらだったっけ。まあ2000円しなかった両方。まあちょっと色味が好きで、まあ安いのかなと思って買っちゃいました。今日はそれぐらいかな。あとママがなんかファンデーションいろいろ買ってみて、一番好きなのを使おうって言ったので、ファンデーションだけでもめっちゃ種類あるから、そのお店の人がこれは何これは何これは何みたいな教えてくれるの。なんか保湿とかカバー力、あとツヤツヤ、これはツヤが強いとかさ。私はもう、これこちら一択なので迷いもしないんですけど、お母さんちょっと、え、じゃあこんなにあるならちょっと買ってみようとか言って、なんかもうバカみたいにファンデーションなんかどうせすぐなくなるしいっかみたいな感じで、クリオをめっちゃ買ってます。これ安かったしね。あ、人のものをこんなに落として怒られそうだけど、このクリオのこれと、これ用途はちょっともう忘れました。買いに行ったのが一昨日とかなの、だからさ、あとか有名なキルカバー。でもね、うちのママってね、悪いところがあって韓国来るとこうやっていっぱい買っちゃうじゃん。やっぱさ、テンションも上がるし、そしたらなんかこう洗面所に化粧品の棚があるので、なんかまだ開けてないやつ開けたらもうめっちゃ入っててそっちまだ使い終わってないのあるだろうって思いながら、まあでも新しいの一緒に買ってたので、よかったら私も真似したいと思います。はい、っていう感じですね。私のお買い物たちはこんな感じでございます。以上かな。たくさん買い物して、お洋服はまたね着るから、その時に一回韓国で買ったよって言えたらいいなって思ってるんですけど、そうだな、でも昨日で20着ぐらいお洋服買っちゃって散財しちゃったんですけど、またあこれもね昨日買ったの、どう、こういうツイード生地結構好きなんですけど、すごい高見えして、ここのねビーズとか安いのにすごい手が込んでる。例えばちょっと見せるね、一着今こうやって畳んでるんだけど、隣にスーツケースがあって、じゃじゃん、こちらのツイードのお洋服とか、あの丈は短めが多いかな、これぐらい。でもねこういうのってね、ちょっとよく見てほしいんだけど、このさリボンになってるところあるじゃん、このツイードのね、こういうのはすごい手が込んでるなと思って、なんていうの、こういうツイード生地よりかはこっちの方がやっぱり一個一個がリボンになってて手が込んでるので、おすすめです、高見えしますなんか韓国旅行の私のモットーがあって、私たち家族のなんか服とかめっちゃ安いじゃん、やっぱ日本で買うより。だからいかに安くて高見えするものを選んで買うっていうことに、あのことを勝負してるんですけど、だからいつも、え、これめっちゃ高見えしない？これこの服めっちゃいいよねみたいな感じでお買い物してます。まあでももちろん着やすさとか動きやすさとか、その自分が着たい服を買うんだけど、やっぱりなんていうの、そういうところも大事かなと思って、なんか、え、あんな安いゾーンにいい服ないじゃんって思うでしょ？思うけど見てみて、したら、え、こんなに安くて。この生地の服があるのみたいな、え、だったらこの値段だったらワンシーズン着てもいいなって思える服をチョイスしてお買い物するとすごい楽しいです。高い服なんてさ、世の中いっぱい溢れてるし、今は今っていうか、その韓国で安い服買うならもうその中で一番いいものを取り繕って買うっていうのがすごい私は楽しいなって思ってよく韓国に来ています。で今日はママと本殿の近くのカフェに行くので、ちょっと今ママは一人でちょっとお出かけしてるんですけど、それまでちょっと爆睡してたので、今商品紹介して今から出かけたいと思います。ではまた次に進みます。バイバイ。
が人降りてきた。めっちゃカニの匂いがする。うん。お腹すいよー。ね。このカフェもかわいい。まあでも審査にあるん、審査じゃないわ、あれなんて読むのかな。昨日買えばよかった。高そう。何回？三回。ここに刺すのがいいかな。取ったな。お気に入りのお店。めっちゃなんか清楚系めっちゃ多い。ツイード結構多めの感じです。あー豚豚豚豚カステラ、あ、カス
あっちのでっかいお肉が美味しそうだったかな。メロナが進化してると思わなかった。もっと四角かったんよ。何？だってでかい看板が高くない？雨やけ犬が入れるって書いとったけさ、犬がおるかなって思ったのに、今日雨やけ。なおくんがおらんけ、焼く人がおらん。屋台でまさかチャプチャ入れようとは思うけど、水品を受け取ったのでタックス入りしないといけない。ロッテの年齢は45だけど、あれなの、タックスまでちょっと遠いから早く行きたい。ドーナツ美味しそう。ドーナツのコラボじゃん。サーティワンもサンリオコラボ。
ウクライナ軍の行動は